おはと、今日、かな、君の、そして、君も、今も、スアイ、そっちか、かん。レベルアップしたって聞いたよ。どんくらいレベルアップしたの？ラスタンクリアして魔王も倒せるっぽい感じ？そうなの？じゃあまだまだレベル上げないとね。お金も貯まるし。とりあえず周りの雑魚退治から始めるといいよ。あ、回復はただのとこでね。ラジャーだよ。何の話よ。要するに見習いが世話係も兼業できる程度に成長したってだけでしょ。下僕ってことなら一緒にいることを許してあげてもいいけど。
ちょうど便利に使える荷物持ちが一人いるといいなと思ってたのよ。それで私の新しい下僕は私のために何をやってくれるのかしら。なかなかいい心がけじゃない。ちょうど肩が凝ってたところだったのよね。じゃあお願いするわ。山肌をそんな力で揉んだら潰れちゃう。肩もみはもういいわ。もう想像以上にあんたが使えないってことがよくわかったわ。一緒にいてもいいけど私に迷惑をかけるのだけはやめてよね。来週誰を出そう。三つ最後。それ。お。け。みんな。私の好きなものが分かったわね。感心感心。そうね、この調子でイオリちゃんの幸せのために奉仕してくれるなら下僕として認めてあげるわ。
おはようございます。あら、おはようございます。あら、おはようございます。あ、おはようございます。やっほー。あ、おはようございます。プロデューサーさん、今日も一日よろしくお願いします。おはよう。ようこそ我がナムコプロへ。私が社長の高木純次郎だと君に挨拶したのはいつのことだったかな。月日が経つのは早いものだね。うん、君には入社以来私が考えた厳しい研修を受けてもらってきたわけだが、今日からは正式に君を我がナムコプロのプロデューサーに任命しよう。おめでとう。君と初めて会った日を思い出すね。その輝いた瞳を見て私はピンときたものだ。まあ、昔話はともかくとして、改めて仕事の説明をしておこう。君の仕事は我がナムコプロに所属するアイドルたちをプロデュースすること、そして彼女たちをトップアイドルへと導くことだ。道は険しいと思うが、ぜひ頑張ってほしい。力強い返事だ。存分に活躍して彼女たち、そして我がナムコプロの救世主となってくれたまえ。君も知っているとは思うが、うちのアイドルたちは数ヶ月前のデビュー以来どうもパッとしなくてね。今まで彼女たちが自主的に活動を進めてきたが、一番下のランクから抜け出せないでいるのだよ。そう、アイラ、すなわちオールアイドルレーティングエージェンシーだ。アイラは全アイドルの実力を公平にランク付けしている公正な機関だ。そういう機関が発表している信頼性の高いランクだからこそ実に歯がゆいのだが、しかし今日からは違う。なぜなら彼女たちには君というプロデューサーがつくのだからね。彼女たちにはすでに君のことを話してある。早速挨拶に行ってくるといい。そんなこと言える立場じゃ。でもそうね、プロデューサーがいてもいなくても私たちの課題が多すぎることには変わりはないわ。まずは基礎の技術を磨いて、それから実際に舞台で歌う経験も。あ、プロデューサーさんって
そういうことも一緒に考えてくれるんですよね。少なくとも私はプロデューサーがいるのといないのとでは大違いですよ。誰か一人を担当してもらえるだけで確実に私の事務作業が減りますからね。そのあたり期待してますから。あ、もちろんプロデュース手腕にもね。まだ来てなかったり自主レッスンに行ってたりですけど、とりあえずもう一人。ふん、せっかくプロデューサーがプロデューサーになったんだから起きなきゃダメだぞ。それはよかったの。はるかちゃんたちからメールで連絡があったんですよ。いよいよプロデュース開始ですね。よろしくお願いします、プロデューサーさん。わざわざのご挨拶、ご丁寧にありがとうございます。ふつつかものですが、今後ともよろしくお願いいたします。困りました。では私も普段通りに振る舞わせていただきましょう。でもよかった、これで私たちのアイドル活動も少しはうまくいきそうだね、まことちゃん。今まで私一人だったから、たまにラジオ番組にポエムを投稿するぐらいしかできなかったけど、レッスンから何から全部手探りな感じでしたからね。だからこれからよろしくお願いします。僕をキャピキャピのアイドルにしてくださいね。とはいえ今のプロデューサーは私たちと同じで、まだ一歩目を踏み出したばかり。少しずつ共に歩みを進めていければと。きっとうまくいきますよ。だって私、今日はラッキーデーだったんですから。これも何かの巡り合わせかなって思います。